화이 パラプンテ J リーグサッカーチャンネルのつつんですとで今回は J2& ルヴァンカップですねマッチレビューやっていこうと思っておりますよろしくお願いいたしますということでまあ、僕はこの試合ですねえー、とテレビで、えー、スカパーでルヴァンカップ横浜市椎太浦で,で、えー、iPhone 片手に、えー、北九州対山口でパソコンから山形長崎を見るというですねなかなかに、えー、器用なことをね初めて多分やったのかなって感じなんですけどもやっぱり3チームってなかなか見る、えー のが難ししいいなって思いましたやっぱり2試合ずつしか、えー、見れないなっていうのは今回学んだことでございますけれどもまあそんな中でもねまあえー、見れたとこも結構ありますのでやっていこうと思ってるのでよろしくお願いいたしますということでございましてこのチャンネルはですね、まあえー、まあサポーター歴18年ということでまあ、浦和レッズそして九州の J1J2、えー、九州の J リーグクラブを応援しているチャンネルでございますのでまあ、あの浦和レッズとか、まあ、九州の J リーグクラブのサポーターの方々よかったらチャンネル登録よろしくお願いします このの最後のチャンネル登録よろしくお願いしますがどうもスムーズに、まあ、言えない問題っていうのは僕の中であるんですけれどもやっていきましょうかね、えー、まずこちら、えー、山形、えー、長崎からいきましょうかね、えー、スタメンはご覧の通りになりました、えー、長崎はですねこうルアンとエジガル順によって同時起用しちゃいけないのかなっていう、えー、まあちょっと僕は本当思ったんですけれども、ね、なんか吉田監督縛りプレーでも、えー、してんのかなという感じがしましたけれども、えー、フォーバック戻してきましたでセンターバック江川選手が入ってきましたね、まあ江川 選手やっぱり改めてこの試合見ましたけど、やっぱりセンターバックだよねっていう感じで、本当冷静にプレーしていたと思いますし、まあ、むしろ、えー、サイドバックでまあ、プレーしていた分だけですね、こう、えー、パスの出し方とか、そこの組み立ての部分で非常に力を出してくれていたかなと、えー、僕は思っておりますので、まあ、今後もサイドバックではなく、えー、ここで使ってほしいと思いましたけれどもね。ということで結果、こちらですね、勝ちました、えー、山形に1対3で長崎、処理ということで、よかったです。あ,ありがとうございますということでございましてですね、まあえー、いきなりまあ失点し てしまって多分ゲームプラン大きく狂ったと思いますでまあ ルアンのね、ちょっとあのプレーは軽率だったかなって感じがしますけれども、まあ、しっかり同点ゴール、まあ疑惑というかなかなかあれはね、VAR があったらどうだったのかっていう感じがあるんですけども、しかしその後と、対応せざるのゴラストで、エジカルジュニアもまあすごいの結構決めてましたけれどもね、いや,うんまあ、やっぱり外国人選手って違うなって感じで思っておりますけれどもね、はい。ということで、マッチレビューですね、まあ一言、ブラジリアンということでございまして、まあうん、ルアンのミスから失点はしたんですけどその後本当、えー、冷静でございました。んで、富、ま、樫、あ、選手、 がですね。とにかく動くんですよね。ほんと右に左にまあ、右のスペースにどちらかというと戸樫選手出ることが多かったかな？って感じがするんですけども。まあしかしそこのま空いスペースに名倉選手復帰した名倉選手がしっかり入っていきたいとかまマイクマ選手が絡んでいきたいとかころ、冨樫マイクも名倉のこの連動した動きが非常に非常に良かったかな？って感じで思っております。やっぱりこう名倉マイクマが入ると、右サイドの攻撃は相当活性化しました。というかまあ、うん ようやく本職の選手がここで使われているというか適材適所かなって感じが、えー、しているんですけどもね、で澤田選手もまあうん、シャドウで使われていたんですけどもね、ここ数試合は、しかしまあえー、左に入って、やっぱサイドアタッカーだなと澤田選手に関しまして、えー、改めて思いましたね。ままあ、ジカル,ジュニアのゴールもアシストしてましたしてたねで 回をエジカルダで逆転ということで、まあ、前半はまあ1対1で折り返して後半、回をせざるのあの曲げに曲げたゴラストですね本当に素晴らしかったですしその後まあ早い時間帯ですぐ逆転できたのはまあ大きかったかなと澤、まあ、田選手が、ねえー、少しこう触ってでパス、えー、コースを変えて最後後ろからエジカルジュニアが決めるということで非常にいい流れ全員がこう連動した、えー、素晴らしい動きからのゴールだったかなと思いますけれどもね。 まあえー、その後も山形も何回かチャンスは、うん、あったんですけども結構やっぱ特殊芸選手がしっかり触ったりとかしてまあ全体的には最後引き締まった守備をしてくれたかなって、まあ、ちょっと危ないシーンももちろん、えー、ありましたけれどもまあ、最後、うん、やらせない守備ができたのは長崎良かったかなと思っておりますねこれだからまあ、えー、非常に今後ですねまあ、長崎まあ、3得点したということでまあ、工場ここからやっぱりここから連勝をどんだけ重ねるかは結構大事かなと結構試合内容的には僕は満足はしています正直まあ、ちょっと不安なとこもあるんですけど僕個人として は非常に試合内容に関しまして満足しているので、えー、これを続けてくれたらいいかなって感じで思っておりますけれどもね、はい、えー、次、えー、北九州と、えー、山口でございますけれどもね、スタメンご覧のとりということで、北九州、まあ、前回京都に1対6で敗戦だったんですけども、やっぱり守備のとこ変えてきましたね、乾選手、川野選手が入りました、川野選手は今日う、えー、1点取れたんじゃない、2点ぐらい取れたんじゃないかという感じで、えー、見てはいるんですけれどもね。まあ そういうことでございまして、結果ご覧のとおりでございますけれどもね、えー、0対0で、えー、ドローということになりました。まあ、北九州もね、ほんと攻めた、本当ね、内容的には非常に良かったんですけれども、しかし、まあえー、ドローということになりましたね。それで、マッチレビューで一言で言うと、関が良すぎた、まあ、山口のゴールキーパー、関選手ですけれども、えー、非常に良かったですね。本当関選手で2点、3点ぐらい防がれたような気がする、それぐらいほんとかったと思います。ほんと素晴らしいゴールキーパーだなと思いましたね。でまあ、遠い点ですけれども勝利 に値する内容かなって、まあこれよく、えー、外国人監督がよくインタビューで言うんですけれどもね、いや、我々のをが押していたよって、我々の方が勝利に値した内容だったよって、よく、えー、外国人選手あ、外国人監督がよく言うんですけれども、まあ、しかし僕は本当うん、勝利に値する内容だったかなって思っております。もちろん山口の選手も本当、素晴らしいプレー、えー、見せてくれていたんですけども、しかしここで、ね、北九州としては勝ち勝ちたかったかなって感じで、えー、見ておりますけれどもね、本当、遠い一点だった。ただやっぱりこう、うん北九州 中のなんだろういいところが出ていたこう、ウィングバック、ウィングじゃサイドハーフから、えー、逆サイドのサイドバックへのパスも結構ありまして、特に後半ですかね、前半よりも後半の方が多かったと思うんですけど、サイドチェンジのパス、結構この、えー、30メートル以上のパスを結構、ボン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 出して、それが、えー、通っていたので、これはやっぱり、まあうん、左から右への,この揺さぶりって、まあ、重要になっていくと思います。やっぱりどうしても、まあ、J1 でもそうなんですけど、J2 ではもっとそうなんですけど、やっぱりこうスライドっていうのはどうしてもちょっと遅れるところが出てきて まこれはもうしょうがないんですけど、まあ、しかし、ですねこの左から右、右から左の揺さぶりが非常に効いていて、そこから、えー、チャンスを迎えていたので、この揺さぶる攻撃は非常に、えー、効果的だったかなと思いますね、でえー、守備陣奮闘ということで、まあ、前節あんだけショッキングな、えー、内容でございました、でまあ、プレビュー動画でも話したんですけれども、えーまあ、スタメンの選手ね、ね前回、京都戦のスタメンの選手はしっかり、まあ、この試合出るのであれば、まあ、そこの借りはしっかり返してほしい、まあ、前節6失点してしまったっていう、そこの反省点を生かしたい村松。 選手生駒選手の右ですね、でえー、久しぶりの出中に燃えた乾選手、川野選手ということで、ここは非常に僕は、ね、いい形でマッチングしたのかと思っておりますけれども、ね、だからまあ守備は本当頑張ってくれたかと思いますね、でえー、さすがの修正力ということで、まあ、小林慎司監督ですね、まあ、いや、共同戦、ショッキングな、まあ、内容だと思うんですけども、しかし、しっかり守備のところ、えー、修正してくれました、最後のところやらせない守備ありました、吉丸選手もこの試合から復帰して、いいセービングありましたし、やっぱ安定している、飛び出しが安定しているなという感じで、まあ、見てはいるんですけども、 しかし、本当、えー、守備のとこは、まあ、100点はさすがに、えー、与えるのは難しいんですけども、しかし、やっぱり足、出だしの速さとか、えー、非常に良かったと思いますし、僕はそこは本当ね、北九州よく、えー、修正してきたところ、やっぱ小林慎治監督が、まあ、まあ、このなかなか修正する時間は、今回はミッドウィークのゲームでなかったと思うんですけども、しかし、結果として、えー、無失点に抑えたのは、ポジティブな、えー、内容だったかなって思いますね。はい。で次、えー、ルヴァンカップですね、横浜 FC 対浦和です、スタメンはご覧の通りということになっております。まあ まあえー、コー興梠杉本が、まあ、ここでルバンカップでスタメンということでございましてですね、まあ、ある程度、やっぱり、うん、リカルド監督もそろそろスタメンとベンチ組のこう融合っていうのを目指していきたいみたいな話をしていたんですけども、まあ、それでいうと、まあ、どっちかっていうとそれでもまだ、まあうん、控え組なのかなって感じがしますけどただコー興梠杉本をしっかりここで、えー、使ってきて、まあ、武藤がお休みで休めたのは非常によかったと思うんですけども、えー、ということでございます結果はこちらで1対2で浦和、えー、レッズが処理ということで でまあ。 クレベ選手にやられてはしまったんですけれども、ね、あそこは結構、えー、その前のところですね、まあ、パスミスきっかけで失点しているので、まあ、そこは反省点かなと思いますでね、裏技しかし杉本健雄が2点決めたということで、杉本健佑の動きが今日は非常に非常に良かったなという感じで、えー、見ております、やっぱりツートップでやると、興、ま、梠、あ、が引いても、しっかり杉本がその回、高い位置を取るで、やっぱ杉本としてのプレーが分かりやすいかなって、自分が降りてこなくても、しっかりボールが回るので、分かりやすくて、杉本もね、そこは非常に良かったのか ってて感じでも思っておりますけれどもね、はい、ということで、マッチレビューでございますね。ルヴァン初勝利ということで、そうあのルヴァンカップに関してちょっと一つお話ししておきたいのが、やっぱ勝たんといかんよねっていうのが、えー、あって、まあ、控え選手が出ているから、まあまあ、ある程度の結果ついてこなく,こなくてもしょうがないよねっていうのは、わ、まあ、からんでもない、わからんでもんないんですけども、しかし、まあ、ルヴァンカップで勝ち上がることによって、決勝トーナメントのこの独特の、まあ、雰囲気といいますか、戦い方ができる。 組織戦の数を増やすすことがでできるわけでございますねならやっぱりルパンカップ、えー、勝った方がいいんじゃないか、まあ、勝った方がいいのは当たり前なんですけどもしかし、まあ、若手が出ているから、まあ、結果はしょうがないじゃなくて、まあ、個人的には、まあ、もちろん、ね、選手は本気でやってると思いますし、えー、この選手も監督も絶対どの試合も勝ちに,勝ちにこだわっているとは思うんですけどもしかしやっぱりん決勝トーナメント行ってこの若い選手たちと一緒に、まあ、決勝トーナメントの戦い方っていうのを落とし込んでほしいなっていうのは経験もしてほしいなって僕は思ったのでこの は非常に良かっっったとと思いまますすねねでで、まあ、ちょっと話戻ってです、ねえー、杉本のゴールはま1つの理想ということでございましてですねまあ、同点ゴールのシーンでいうとまあ、1回サイドチェンジのパスが福島選手に渡って福島選手のクロスに杉本がしっかり構えていてヘディングでゴールを決めるというのが、えー、あったんですけどももちろんそこはねこの形は非常に良かったんでこのサイドチェンジのパスが入る前にゆるき選手ですねゆるき選手が1人ディフェンダーディフェンダーかな相手選手をしっかり中に絞らせておいてこうゆるき選手がねこう まあ、ゆるき選手がですね、ゆるき相手選手としたら、ゆるき相手選手としたら、サイドチェンジのパスが来る前に、サイドチェンジのパスが入る瞬間に、ゆるきが中にちょっとポジションを取るんですねで、中に動いたもんだから、一人横浜市の選手がつられてしまってで、この大外に待っていた、えー、福島選手が楽にフリーでボールを持つことができたんで、しっかりゆるき選手がこの中に引っ張ってくれたからこそ、福島も本当、えー、フリーで楽にクロスを上げることができたら、えー、非常によかったと思います。だから、えー、いいサイドチェンジののパスが入ったのも、まあほら あれも本当素晴らしかった、でそのイサイドチェンジのパスがしっかり通った、その後福島選手もしっかりクロスを上げた、で杉本も中でヘディングで決めた、ここまで本当素晴らしいんですけど、ただちょっと見えづらいところでゆるき選手がしっかり相手選手を一人引きつけて、ポジショニング中に絞れたよねっていうのが一つ大きかったのかなって思っておりますね。だから本当、結城選手、本当、あそこをね、福島選手が楽にクロスを上げれたのは、ゆるき選手が一人,人、マークの選手、まあ、ディフェンダー、横浜市の選手を一人一緒に中に引き込んでくれたというの大きいのかなと思いますね。で ゴルフキパスズキスズキ材イですね構成部に救われるということで今日はね石って言いましているんですけども いや、鈴木財四で取った勝ち点3かなって、まあえー、もちろん、ね、杉本健佑の、えー、ゴールで勝った勝利であるんですけれども、ね、で僕本当杉本健健別に拳、えー、さん嫌いではないんですけどただこの試合に関しましては、ね、も,うもちろん鈴木選手の好セーブがあったからこそ杉本の,、えー、この勝ちにつながるゴールがあった、まあ、本当、えー、鈴木財四がしっかり抑えてくれていなかったら杉本健佑のゴールももしかしたら勝ち点1の勝ちになるようなゴールだったかもしれないそれぐらい本当、えー、杉本拳雄、えー、安定してましたね。でえー、福島の クロスが流れれるもこれ逆転ゴールのシーンですけれども、ねえー、逆転ゴールのシーンでいうと、福島のクロスが流れるんですけれども、しかし、田中達也がすぐに拾うことができたで、えー、このやっぱりあそこにポジショニングをとっていることが大事と僕は思っておりますね。でよくね、ミシャ時代にガ賀ン左のウィングバック、ガ賀ンから右のウィングバック、えー、関根へのパスみたいなのありましたし、えー、この左のウィングバックのガ賀ンから、えー、森脇へのパスみたいなのがありまして、このやっぱりサイドサイド、このサイドからサイドのパスっていうのが非常に多かったのがミシャ時代だったんですけども、なんかその時をちょっ と思い起こされたなって感じがしますやっぱりあそこに田中達也選手が中に絞ってボール拾えるところにいたことによって生まれたゴールかなと思いますだからこの試合の浦裏割れと2得点っていうのはもちろん決めた杉本健一も素晴らしい素晴らしいんですけど多くの選手いろんな選手が絡んでゴールを 決めめるるここととがでできた監督を求めていいもののののつと思いますのでこの全員で取った2得点、非常に僕はポジティブに捉えたいと思いますけれどもね。はいで、まあ、最後なんですけども、じゃあ、えー、工藤・鈴木財温はどうだったのかいっていうことでございまして、まあ、鈴木財温に関しまして、も言うことね、本当100点満点かなって思います。で、本当、監督の求めることができたのは、デビュー戦、工藤選手かなって、やっぱり、あのー、なんだろう、外にね、大外に。 あのフリーの選手がいるんです、まあ、福島選手なり、ゆるき選手なり、大外にフリーの選手がいて、まあえー、ボールを持った工藤選手からしたら、まあ、このサイドの選手、フリーの選手にボールを渡すのが一番、えー、楽で、無難ではあるんですけど、それでもね中に中にパスを出してくると言いますか、本当に対角線上にパスを狙っていて、相手の急所というか、相手の嫌なところに、えー、パスを出すようなシーンがありましたというか、何回も、えー、ありました、これこそやっぱり監督の、えー、求めるものかなって思いますので、うんやっぱ本当ね、何回もねここは工藤選手は外に出した方が楽なんじゃない なないかっっって思うシーンが、えー、あったんでですけどもそれでもやっぱりゴールを考えたときに自分は外に出すよりも1回中を使った方がいいんじゃないか、まあ、この工藤選手のパスからこう、えー、チャンスシーンがたくさんあったかっていうとも,もちろん、えー、そうではないんですけどもしかしやっぱりこう僕は相手のマークをずらしながら戦うというのも1つ、えー、重要と思います。まあ、前の清掃戦の動画でも話したんですけどもあえてマークについている選手とか、まあ、狭いところにパスを出すことによってすぐリターンのパスが来るですぐリターンのパスが来るんですけどその1つのパス交換 たった1回のパス交換で相手のマークってずらすことができるんですよね。で、相手のマークがずれるとスペースができるということで、この本当ワンタッチパスを結構有効に使えていたかなって、この試合もですけれどもね、ただそこはやっぱ、えー、工藤選手がいい,い,いところで本当パスを出していたのが僕はそれが一つ要因かと思いますけれどもね。で、まあチームすった鈴木財もこれは本当さっき褒めまくったんでもういいのかなって感じがしますけれどもね。で、まあ贅沢な悩みだがということで、これもセレッソ戦かなんかでちょっと触れたんですけども、まあ この間、西川選手がう、ね、らわれつ500試合必要ということおめでとうってなって、でじゃあ、次、600試合だ、700試合だっていう、えー、言葉がね、本当、あなんだうおめでたい言葉が出ていて、本当、嬉しいんですけれども、しかし、多分ね、西川が本当ね、もう、次、600試合する頃にはね、このままだと鈴木財温が一籍してしまうっていうですね、まあえー、鈴木財温も、まあ、出場機会を求めてみたいな感じで、これ、難しいな、本当、まあ、西川、は贅沢な悩みだよね、本当、これはね、まあ、鈴木財温に出てきてほしい、活躍してほしいっていうのもありますけれども、しかし、まあ、西川が今、本当 に非常にいいフィード能力とかもそうなんですけど非常にまあ安定しているということでまあしばらく西川でゴールキーパーいい感じがするんですけどもしかしそうなると鈴木財運がまあ出場機会を求めてみたいなことにならなきゃいいなとかまあここが非常に難しいゴールキーパーってまあどうしても選手寿命が一番長いポジションなんですよねまだまだ西川選手の場合はまあここからフィールドプレーヤーでいうところ中堅ぐらいなのかなってそれぐらい本当まだまだやれるポジションでございますそれをねまだまだやれるっいうことを西川選手もまあ うん体現してくれているので、まあ、ちょっとこれはね、贅沢な悩みなんですけどもね、難しいなって感じがしてきましたけれどもね、本、ま、当、あ、いやん杉財をも西川の背中見て育ってほしいし、西川もこの鈴木財園中、ライバル、本当、若手のライバルですけど、そこに負けられ、お互い頑張ってほしいと思いましたね。はいえー、ということで、えー、ちょっと長くなりましたからね、えー、また今回、ミッドウィークのゲームでした。次、また土日ゲームありますので、そこ向けて戦っていきましょう。ということで以上パロプロのジェリーサッカチチャャンンンネネルルでししら登録よろしくお願いしますさらっ